みんなに笑顔を届けます、ホットチャンネル。おはようございます。今日はなんとなんとお母ちゃんの誕生日です。お母ちゃんも仕事が忙しくてもう仕事に出かけてます。今からホットくんとお母ちゃんの花を摘みに行ってきます。お祝いしようね、今日ね。じゃあ今から朝散歩行ってきます。よし、じゃあ行くぞ、ホット。おいで、行くよ。はい、ちっちゃい子猫がいます。おはよう。11月5日日曜日の新上五島町です。今日も暑そうだ。いつもの時間のフェリーが行ってます。さあ、川子も来ました。おはよう。散歩行くぞ。さあ、今日も日差しが強いぞ。ほっと暑いね、今日ね。いつもの散歩道ちょっと行ってきます。暑くて日陰に避難してるホットくんです。お母ちゃんへの花はこのマリーゴールドにしようかな。うちの土地に咲いてるマリーゴールド、これでお母ちゃんへの花を作ります。お母ちゃんの花を取りに行きますよ、今から畑に。おいで。ホットはそのカゴ持ってね。父ちゃんはこのハサミ持っていくけんね。よし、畑に行こう。ホットおいで。よし。ちょっと待ってよ、ホット。よし、リコさん、待っちゃった。駐車場。いい天気やね。父ちゃんはこのマリーゴールドをお母ちゃん用に摘みます。ホットは待っちょってね。これはなかなかシンプルでいいんじゃないか。これをホットくんが夜お母ちゃんに渡します。え、なかなかいいじゃんこれ。オッケー、これで一回帰るぞ。あら、ごめん、倒れたな。よし、お家帰ろう。だらこっち向いてほっと。お、似合うじゃん。よし、行感じ。さあ、できましたよ。父ちゃんが作ってホットが渡す。ホットこれ渡すだよ。これを夜こっそり渡そうと思います。じゃあ今から予行練習をします。お母ちゃんに花を渡す練習、いいですか。で、今こっそりね、お風呂場に置いとくけんね。いいか。はい、ホットくん、お母ちゃんに花を持ってきて。いておいで。ちゃんと加えられるかな。どうか。うん、いいじゃないか。話してごらん。はい、帰って。お母さん誕生日おめでとう。またそうね。なかなかうまくいきそうだぞ。
じゃあ夜までこの花を隠しときます。じゃーん。あとはカゴにメッセージをつけました。よし。あとはこれは得意のビール運びね、ほんとね、このカゴでお母ちゃんにビールを届けます。おっと、今日はお花とビールね、それを届ける役やっけんね。頑張ってよ、頼むぞ。ということで、父ちゃんは仕事なんで、仕事から帰ってきたら誕生日プレゼント渡そうと思います。まずは父ちゃんは仕事を頑張ってきます。ただいま、ホットン。ホットは待ってます。さあ、ホットくんはお父ちゃんの荷物を運んでくれます。お父さんの荷物持ってきて。はい、まずは財布。はい、次。はい、店の鍵ありがとう。はい、次。はい、大事なお財布ありがとう。ちょっと待って、ね、よし、まだあった。もうなかった。よし、お座り。はい、ありがとう。今日も運んでくれました、ホットくんでした。はい、母ちゃん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ホットくん、いよいよ本番が来ました。母ちゃんにお花持ってきて、持ってきて。素敵。いつもいつもホットくんお世話になってます。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。あら、はいはいはい、美穂のブルボンのプレゼントです。ホット、ありがとう。ホットくん、第2弾覚えてますか。持ってきて。ありがとう。はい、お座りして。お父座りはみんなで乾杯。やったー。はい、お座り。すいません、なんて書いてるか見てもらっていいですか。お母さん、お誕生日おめでとう。お父ちゃん、ホットくんよりありがとう。はい、誕生日おめでとう。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあみんなで乾杯。みんなで乾杯します。はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。乾杯。またよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、乾杯。乾杯。よし、はい。ともゆっくり食べて。誕生日です。うん。ありがとうございます。またよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。お母ちゃんの誕生日でした。またね。